岡崎城は三河国岡崎藩にあった日本の城、徳川家康の記事である。別名、竜城。戦国時代から安土桃山時代には松平氏の持ち城、江戸時代には岡崎藩の藩町であった。岡崎城は当初、岡崎城と記された。また、三河国名所図へには岡崎は協力から五百三十一年以来の名、こうにして、その以前は、 菅尾座となり、と記載されている。1959年に天守が復興された。八脚前の岡崎城天守の小写真菅尾側と矢作川の合流地点にある四道山という、元は四道山の砦出として、三河国二騎士の守護台であった西郷中来、そしてその子より次が北方に対する防御として築城したものである。当時は竜刀山城と呼んだ。 それを松平清康が西郷信貞から奪い取り改修拡張整備したものが岡崎城である。四道山はもともと小高い丘で山頂に本丸が置かれた平山城として築かれていたが、本田康重から三代忠都市から1645年にわたる改修によって平城となっている。この際、本丸に複合連結式防露型33階の天守が建てられた。 本丸の北方に、自物道ぐるわ、その北方下に二の丸、その北方に北ぐるわ、二の丸の東側には三の丸と東ぐるわ、その東に備前ぐるわと、大手門があった、浄瑠璃ぐるわ、本丸と二の丸の西方下に坂谷ぐるわ、その西に白山ぐるわと絡め手口にあたる冷えた門があった冷えたぐるわ、本丸の南は、菅尾川沿いに菅尾ぐるわがあり、それに、本丸から北側へ六十、 西側へ与への外堀を回らせていた。尊上当時の東海地方の城では3番目に数えられる規模であったが、1873年の廃城令によって廃城となった。木内の天守以下の建物及び土地を払い下げ、現在は一切の建物を失い、本丸と周辺の自物堂をくるわ、隠居ぐるわ、黒黒島のくるわと石垣、堀などの遺構を残すのみである。 敷地は、龍城神社、岡崎公園として整備された。1959年3月、天守が復興された。詳細は、復興天守を、参照2010年3月、東住屋倉が再建された。暴露式二重屋倉と呼ばれる木造を2階建てで、入りもや作りの屋根は、岡崎藩主を務めた本出しの家門立ち葵が、刻まれた本河原吹き。壁は白漆喰塗り。 高さ約9.24メートルで、かつて東グルアだった岡崎公園駐車場の南東角に位置する。1781年の岡崎城絵図を基本資料としているが、東隅倉の図面は現存しなかったため、愛媛県松山市に現存する、同時代の松山城の野原矢倉などの形式を参考にして、江戸時代の広報を忠実に再現し建設した。 城内で発掘された石材を使い、空積みの石垣も築いた。隣接して同時に整備した、長さ約45メートルの城壁と合わせ、総工費は約1億円。年中無休で内部を公開している。岡崎藩も参照2016年4月16日に行われた、菅岡馬場大石垣の現地説明会北極林門が、ぬかた郡ぬかた町の民家に、北門が、 西尾市西屋財町の宿園寺に年に江戸赤門が市内東千和町の越葉神社にそれぞれ移築され現存する。また市内下、青野町の事故時光寺に太鼓楼を移築したものと伝わる建造物が残る。2007年材木町で発掘調査によって石垣が発見された。現地を視察した広島大学大学院教授の三浦正幸は 大林自覚ホリアとのこの石垣は、豊臣秀吉の命令で、1590年に岡崎城主となった田中義政が築いたと推定している。野面の乱積みによる犬走りの構造は、1608年以前の形式のためであるという。2015年、中心市街地再開発、大塚川リバーフロント地区整備計画の工事で河川敷を掘り起こしたところ石垣の一部が、 発見された。この石垣は、岡崎城の絵図にも描かれた江戸時代前期の石垣、菅岡和端石垣であり、発掘調査により総延長は400メートルにわたり、現存する城壁としては国内最長となる。石垣は、地下3メートルにまで及び地上部分を含めると、最大5メートルで敵の侵入を防ぐための射撃用の突出部。 横山姿が3カ所あり、80メートル間隔で続いている。岡崎城復元工事の自鎮祭。加え入れを行う竹内教授市長。復元工事完成を報じる1959年3月25日付の新聞記事。復興天守から見る景色を岡崎城の復興天守は1959年3月30日に観光式が行われ、4月5日に。 一般公開された。以下の記述は主に、中部日本新聞三河版連載の、岡崎城物語によった。1955年、1956年、1957年、1958年、1959年、三河武士の館、家康館1982年、岡崎公園の西宮に開館した、歴史資料館、菅尾神社岡崎市最古の神社、 岡崎城主であった、本田忠都が寄進した明神型石鳥居は、市の指定文化財。船着き城、五万国でも、岡崎様はお城下まで船が着くで有名。城のある、岡崎公園は日本桜名所百選に選ばれた桜の名所。公園には、名物の八丁味噌を使った、田楽料理を食べられる店、八千代本店がある。透明高速道路に、 岡崎城の看板が設置されているが、道路上からは見ることはできない。東海道新幹線の車内からは、豊橋駅と三河安城駅の間で、遠くに見ることができる。岡崎市指定文化財目録。岡崎市。2013年6月2日閲覧。夏目家計編著。三河国名所図へ1844年から1851年編纂、三浦正幸監修。 編集、CG 復元蘇る、店主新人物往来者2001年、岡崎公園岡崎お出かけナビ、岡崎主観公共会公式サイトハット ABCDE、岡崎城、400メートル石垣確認国内最長、江戸期の江戸通り、中日新聞。 http://www.chunichaj.co.jp/s/article/2016040590085036.html2016 年4月5日閲覧。ab 岡崎市議会議事録平成19年12月定例会から12月4日から22号。ab 東海新聞1958年4月11日、一面、落下の定石で、くわいれ式舞い上がる、平和の派と復興完成と岡崎城自鎮祭、愛知新聞1959年3月31日、一面、三列車、一同三尾の声しきり、岡崎城復元開光式盛大に終わる。中文日本新聞1959年2月19日付長官、三河版、 4面、岡崎城物語。中部日本新聞1959年2月20日付長官。三河版。4面、岡崎城物語。岡崎城志向実績。清水建設遠隔岡崎城特集。岡崎公園岡崎お出かけナビ。岡崎市観光協会公式サイトハット ABC。愛知新聞1959年3月25日。一面、有志。 花を踏んまえて今日岡崎城が完成。中部日本新聞1958年4月11日付長官。三河版4面平和のシンボル輝く復興費お定席では盛大に自鎮祭。菅尾愚は霧同士発掘調査一図。岡崎市。2015年7月9日閲覧。ありがとうございます。